平和製機工業の山村です。今回は T-68 上段脚ストッパー受け部の交換を説明いたします。まず細いマイナスドライバーなどをロックつまみとキャップの隙間に差し込み、キャップを取り外します。中からネジが出てきますので、このネジをプラスドライバーで外してください。ネジを外しましたら、ロックつまみも外します。すると中からこのようなボルトが出てきます。このボルトを緩めますと、裏側にあるストッパー受け部とナットが外れます。こちらが新しい受け部です。受け部には上下がありますのでご注意ください。上下の見分け方は、受け部の表面を見て判断します。真ん中にナットの穴が開いているのですが、この穴を挟んで上下の幅が違います。上の幅と下の幅を比べると、このように上の方が長くなっています。新しい受け部を脚にセットしたら、ボルトを締め直します。次にロックつまみを締めます。まずは締めたり緩めたりを数回繰り返し、ボルトとナットをなじませてください。そしてだいたいこの位置でロックが効き始めるようにつまみを取り付けます。ロックを締め切ったところで荷重をかけて下がってこないかを確認します。それでも脚が下がってくる場合は、ロックつまみの溝とボルトの溝を反時計回りに少しずつずらして調整していきます。あまり大きくずらしてロックを締め込むと受け部が破損する場合があります。ご注意ください。脚が下がらなくなれば調整は完了です。最後にネジを締め、キャップをはめ戻します。これで完成です。